三角円新獣鏡、三角円新獣鏡、三角円新獣鏡、三角淵新獣,獣鏡は、銅鏡の形式の一種で、円部の断面形状が三角形状となった大型新獣鏡。銅鏡はこれまでに、弥生時代中期後半の遺跡から古墳時代の墳墓に至るまで、およそ4000面以上が発掘され、このうち三角円新獣鏡に分類される銅鏡は330面を、 超えて、日本で出土した鏡の中では、最もが多いが、正確な湿度状況や、湿度分布を正確に把握した資料が少ない。日本の古墳時代前期の古墳から多く発掘され、面形は平均20センチ程度。胸肺に、真珠、心臓と霊珠が出され、中国、義の年号を明文中に含むものは2点発掘されている。円が三角になっている理由としては、 ほとんどが突面橋であるため三角園にすると構造上作りやすいため、あるいは神聖な場所を囲む水垣を真似た、などの説がある。中国では、新獣橋でない三角園の道橋が2世紀から3世紀の時代に昇降近辺で出土した例しかなく、朝鮮半島においても三角園新獣橋の出土は全くない。 日本で三角円真珠鏡が現れる前の三世紀前世には、真珠鏡類の画文体真珠鏡と呼ばれる中国鏡が機内を中心に出土している。これらの図外章を鏡裏に施した銅鏡を画像鏡というが日本へもたらされた画文体真珠鏡などの画像鏡の遺章を巧妙に変更して国内で量産したものという説がある。近年の研究で、 鏡の断面が時代とともに変化していることが分かってきた。古い鏡は外区が厚く、それに対して内区が薄いが、時代の経過とともに外区が薄くなり、内区との差がなくなり、しまいには内区と外区の厚さが同じになってしまっている。これらの変化と文様やその配置などを勘案した5段階の形式変年が出来上がっている。第一段階は、継承3年。 239年、生死元年、240年前後と推定できるから、一つの段階を約10年余りと考えて、第2段階は250年前後、第3段階は260年前後、後の段階も同様に考える。この違いを形式変年に利用し、鏡が出土した古墳の築造時期の判断に応用できるようになった。鏡の生産地については、 難しい議論が進行中で解決を見ていない。従来、文様の違いから白菜鏡、中国製、防制鏡、国産に分類していた。三角円新銃鏡は、仕上げの研磨が徹底しておらず、中造時の異形の傷などの状態が、かえって確認しやすい。これを応用して2015年に、鏡の精密三次元形状計測が行われ、 それまで白菜鏡とされたヘボソツカ古墳、神戸市のものと、防災鏡とされた鶴仙丸山古墳、岡山県備前市などからの3枚が、実際には同意型であることが判明した。さらに白菜鏡とされた筒谷古墳、三重県松阪市のものと防災鏡とされたつく山一号墳、島根県安義市のものとが、これも同意型と判明した。この結果から、 同じ型から先に鋳造した銅橋の文様を削った後に別の文様を彫り込んだ可能性を指摘した。つまり調査したすべてが白菜、もしくはすべてが防水ということになり、文様や名の違いで分類することに意味が薄れていた。2016年には、小田中新能塚古墳、石川県鹿島郡中野都町の出土橋。 かつて東朝内の白鎮産ご素神社で、神宝とされていたものが、中国製とされていた鏡と、国産鏡の中間の過渡的な特を有するとして、両形式が一連の変遷上にあり、これも、中国か日本のどちらか一方で作られた可能性を、示した。調査に当たった、宮内庁の研究員は、個人的には三角円新住居はすべて、中国製とのみを示した。 これとは別に、千億博古建が、久津川車塚古墳、京都府常用市出土の三角円伸住居に、スプリングマイナス8を使った傾向を、X 線分析を行い中国制度の結果を得て、いたが、2018年、黒塚古墳、奈良県天理市出土の33面の三角円伸住居にも、同様の調査を行い、鏡の材質が、 前漢の後期から三国時代に制作された古代、中国鏡と蘇生とほぼ一致するとの結論を得て、柏原考古学研究所は調査報告書に黒塚古墳の研究と題して取り上げた。ただし、中国での制作はまだ可能性に過ぎず、どこで制作されたかは未だ不明としている。2014年1月29日、3D プリンターを使用して、 東宮古墳から出土した三角円伸獣鏡の複製品を作成して実験したところ、鏡の背面に刻んだ文様が浮かび上がる、魔鏡の現象が確認できたと、京都国立博物館が発表した。なお、実物は、サビなどのため、光は反射できない。山大国の女王、卑弥呼は義に剣士していたとされ、中国の歴史書、三国志。 義師は人弁には239年、慶書3年義の皇帝が卑弥呼に、同郷100枚を貸ししたとする記述があることから、三角円新獣郷がその鏡であるとする説がある。しかし、中国からは1枚も出土せず国内で既でに540面以上も見つかっていることから、義から貸しされたものではなく国内で創作され大量に複製されものと考えられている。もし、 儀から下死されたとすれば、年代的には、平原遺跡から多数出土している、方角菊子人教もしくは、画文体新獣教に類似したものであろうと言われている。1953年、昭和28年、京都府相良郡高来村、現、木津川市の椿井大塚山古墳から新獣教が出土すると、小林幸雄は、同系の鏡が、 日本各地の古墳から出土している事実に着目し、大和王権が卑弥呼に可しされた新獣鏡を各地の豪族に与えたとする古代、政権成立過程を提唱したが、黒塚古墳だけで三十三面出土するなど、国内で大量に複製品が作られた三角円新獣鏡はそれほど少ないものであったと考えられる。従来。 三角円真獣鏡と同じようなものは中国では出土しておらず、中国ですでに改元された年号や実在しない年号の名が入ったものもあることから、日本製あるいは中国から渡来した後人のせいで後する説、また中国製で船で日本に運ばれた白菜鏡とする説、日本で中国の鏡を真似て作った法製鏡説などがある。 一方で2015年、平成27年には、中国の骨董市で三角円新獣鏡が発見されたという報告がなされたが、その出自は不明である。その西川樹勝地の調査により、少なくともこの鏡は軟作ではないとされるが、これ以外に、中国で三角円新獣鏡は一面も見つかっていない。三角円新獣鏡が機内を中心に出土する。 ことから、卑弥呼の鏡説を取るのは、山大国イコール、機内説を取る研究者に多かった。彼らの中には、三角園新獣教を、卑弥呼の剣士を記念して、呉の後人などに、日本で作らせたものだと主張するが、山大国イコール、九州説を主張する研究者は、三角園新獣教全体が、義の年号が記されてはいるが、後世の偽作物であるとしてる。 その根拠として、次のような疑問点が指摘されている。疑問側からの意見として、三角円真珠教における名分は、因が踏まれていない、というものがある。漢代を代表する、方角菊子人教の名分ではきっちりと応印がなされているが、これより、後大の三角円真珠教の名分では、因が踏まれておらず、中国で鋳造されたとは考えにくい、とするものである。 また、反論側に連なる意見として、慶書は本来四年まで存在したが、疑心革命に関連して記念が書き改められ、本来の慶書四年は、生死では慶書三年として記録されるに至ったとする説もある。また、慶書三年一月一日に、明帝が崩御しているため、その翌年が改元せずそのまま慶書四年となることはあり得ないという意見もあるが、 慶昇四年が存在しなければ、選定の命日に、正月の祝賀行事を行くことになり、不幸となる。議長が、慶昇三年十二月の翌月を、ブルーの五十二月としたのも、新定の正月と選定の一周期を一ヶ月ずらす、ために、慶昇三年に、あと十二月を制定せざるを得なかった、という経緯がある。二千十五年、平成十七年には上述のように、 中国で三角円真珠鏡が発見されとする説があり、これが中国出土鏡か中が注目されているが、これ以外中国ではこの鏡が全く見つかっていない。また、我が国の古墳から5 2十面以上出土していており、椿井大塚山古墳からは36面以上、黒塚古墳からは33面出土した例もある。ことから、この鏡は義から卑弥呼に貸しされたものではなく、 日本で創作され大量に製造されたものである説が有力である。三角円新住居のうち、名文中に、義の年号が記された鏡が4面ある。島根県雲南市鴨町大技、神原、神原神社古墳出土の、京書三年鏡、群馬県高崎市、芝崎町蟹沢、蟹沢古墳、兵庫県豊岡市、森尾技、一能、森尾古墳、 山口県周南市竹島五家老屋敷古墳の3、古墳から出土した同系の静四元年鏡3面である。これらの鏡4面はすべて文様の心臓と重型像が同じ方向に並ぶ同向きである。三角円心重教の付見別の楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。